ライトアップされた夜の絵画館、聖徳記念絵画館は、東京都新宿区の明治神宮外苑にある美術館。神宮外苑の中心的な建物で、幕末から明治時代までの明治天皇の生涯の実席を描いた、歴史的、文化的にも貴重な絵画を展示している。維持管理は、宗教法人、明治神宮の予算で賄われており、他からの援助は、一切受けていない。 明治天皇法御後に建築計画が持ち上がり、体操の礼が行われた旧青山連平城の創場殿跡地で1926年に建設された。そもそも明治神宮外苑の造営の主たる目的でもある建物である。現在でも建築当初のままのドーム状の荘厳な建物を見ることができる。1968年には明治維新100年目を記念して、 絵画館学園が同建物内に開校され、絵画や陶芸などを学ぶ施設も備わった。また、1990年からは同建物の夜間のライトアップが実施されるようになった。2011年、直線的衣装と先駆的技術を採用した、我が国初期の美術館建築と評価され、明治神宮宝物館と共に国の重要文化財に指定された。設計は、公募による、 建築設計協議で一等となった大倉省臨時、建築部議主、小林正次の案が元になっている。佐野力の指導の下、明治神宮造営局の高橋貞太郎が設計を、まとめ、公認の小林正和が完成させた。外観は、加工岩張り、中央に、計15メートルのドームをいただく左右対称の、構成都市、当時流行のセセッション風の重厚内省で、 まとめている。内部中央の大広間の装飾は床に大理石とモザイクタイル、壁面に色変わりの大理石と石膏彫刻、天井に石膏彫刻を用いている。同時期に建設された明治神宮宝物殿が鉄筋コンクリート作りながら外観は伝統的木造建築のそれを忠実に再現しているのとは対照的にこの絵画館には 当時最新式の西洋の技術と衣装が用いられている。これら両建築の様式の違いは、日本の近代化の象徴であるとともに、伝統文化の継承者でもあるという明治天皇の二面性を象徴するものだと言われている。建物は2011年に重要文化財に指定。絵画館のほか、以下の物件が重要文化財の月として指定されている。 神宮外苑銀南並木明治神宮外苑の入り口でもある青山通りからこの建物を見ると、胃腸の並木が絵画館が中心になるように沿って植えられている。絵画館に近づくにつれより低い胃腸が植えられており、遠近法を用いて実際の距離より絵画館が遠方にあるように見えるよう表現されているのも特徴的で建物自体の荘厳さを高めている。これらのイチョウは、 1926年の明治、神宮外演奏券に先立って、1923年に植栽されたもので、並木の総本数は、尾木44本、目木102本の合計146本。新宿御苑の同じ胃腸から種を採取した、いわば、兄弟姉妹である。設計者は、関東大震災後の復興事業で、墨田公園や錦糸公園、 山下公園などの建設も指揮した造園家、折下義信。造園の責任者は、当時道路工学の権威であった藤井益喜が務めた。1994年には、読売新聞社選定の新、日本外路樹100系の一つに選定されており、多くの映画やテレビドラマのロケ地ともなっているほか、紅葉の季節には多くの観光客が訪れる。変わったところでは、 商店の大喜利の座布団10枚獲得景品として、並木の下に落ちていた銀眼が贈呈されたことがある。当代一流の画からが、史実に基づく明治天皇と皇后の遺徳を描いた絵画を年代順に展示。縦約2.7メートル横約2.1から2.5メートルの日本画、洋画、合わせて80点が常設展示されている。 日本史の教科書にも載っているおなじみの絵画が何点もある。整理番号が振ってあり、1番から40番が日本画、41番から80番までが洋画である。絵画は次の表に示すように、当時の家族のほか、国の機関、地方公共団体、民間企業などから奉納された作品である。奉納者は画題と塩庫のあるものが多く、例を挙げれば、5番、 大政奉還の奉納者は、大政奉還をした江戸幕府最後の将軍、徳川義信の孫であり、横浜市が奉納した21番岩倉大使欧米派遣には、横浜港で乗船する岩倉使節団が描かれている。指示隊には、日本画も含めて、特製キャンバスが推奨されたが、実際には、キャンバス交わしの選択制だった。そのため、高橋周香、五交丹。 山本森之助、中国西国巡行長崎五入校、小山栄達、奈良市野の現演修行校、近藤木こり線、皇后宮田食後蘭、近藤木こり線、西南役熊本老城の五点は、日本画でありながら、キャンバスに描かれている。一方、寺崎武を、軍人直優化し、和田光造、大操の二点は、洋画にもかかわらず、和紙を用いている。 壁画に使われている、それまでにない巨大な和紙は、この小壁画のために特別に作られ、神宮史と呼ばれる。これは、同時期の早稲田大学図書館壁画、明暗のために作られた、さらに巨大な岡大史と共に、戦後の日本画で主流となる、蜘蛛花芽の直接の源流となった。明治天皇を題材にした絵画の制作は、近代化以降を進められていた。 国主編纂事業と密接に絡んでおり、画題の選定にあたった、絵画館委員会のスタッフは、金子健太郎議長以下、国主編纂事業に関わっていたメンバーが多く、起用された。そのため、画題の選定にあたっては、という方針が立てられた。対象7年に1月、暫定的な第一成案が成立する。第一成案成立後、各画題の交渉調査が行われた。 参考資料の研究が維新資料編3回の協力のもと行われたほか、画題に選ばれた現地の調査も数字にわたって綿密に行われ、通常は立ち入り不可であるところの公共、雇用邸内での取材も許可された。これらの取材をもとに、二世、五世田法流が画題交渉図を制作、大正10年8月に完成した。その後、 各画題の担当画家及び放納者の選定が行われたが、国民美術協会など画家の側から、洋画、日本画の別や、小世画が交渉図で構成等を事実上先に決めていることへの反感、放納者の画家との人脈が優先されることへの反発などの意見が出され、選定が難航する。これを受け、記号者選定を行うための壁画調整委員会が設けられ、 河合極道、横山大観ら画家がメンバーに加わり、担当画家の選定が行われた。担当画家が決まった後も、主体の段階で構造をめぐって、担当画家、放散会、月生委員会、放納者らの間で意見の相違が発生し、最終的に後世田の交渉図と異なる構成になる作品もあった。これらの経緯により絵画制作は長引き、大正15年に、 外縁方圏、絵画館が落成した時点で、中身の絵画は80点中5点しか完成していなかった。最終的に80点が揃ったのは、昭和11年のことである。また、五世田による、画大交渉図は、その後修正を加え、さらに、藤見桃山領が加えられて81点が、明治天皇記付図として、明治天皇記に加えられた。東京都による、 長望保全対象建築物にも指定されている、聖徳記念絵画館であるが、その後方に建設が計画されている大型、超高層ビルによって、伊調並木から絵画館を望む、現在の美観が損なわれることが、問題になった。問題となったのは、住友不動産が、区内大久保3丁目で計画を進めている地上45階建て、高さ160メートルのタワーマンションなど3棟の、 大型建築物。これら超高層ビル3棟は2013年の完成が予定されており、これらが完成するとビルはイチョウ並木から望む海画館の円形ドームの上部と左後方に大きくはみ出す形で出現することになる。東京都では歴史的建築物の眺望を保護するため2007年に施行した景観計画で、 絵画館を含む東京都市に4箇所について、後方 2km までの景観誘導区域では、対象建築物より高く見える建物を建てないよう、制限しているものの、今回の計画地までは 2km 以上の距離があるため、これによる規制対象にはならなかった。絵画館前の広場は、第二次世界大戦の敗戦以前は、庭園となっていたが、 敗戦後連合国軍に外縁が接収された後に、ソフトボール場やテニスコート等が設けられた。1952年の接収解除後も、ソフトボール場などはそのまま残り、一般への貸し出しも行われるようになり、現在に至っている。絵画館前の道路を利用し、警視庁機動隊関越式が、毎年5月下旬から6月中旬に実施されている。なお、 1951年から1972年まで自衛隊の関越式が行われていた。ありがとうございます。